始めましょう、マスター。死力を尽くして来るがいい。本気で行きましょう。決着の時だ。お任せよ。いいですね。はい、ええ、決着をつけましょう。ふっ、はっ、やっ、風よ舞い上がれ。束ねるは星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。エクスカリバー。この程度で、こんなところで、すまないマスター。まだまだ未熟ですね。騎士の誓いは破れない。また一つ強くなりましたね。さらに段階が上がったようです。共に成長しましょう。どうでしょうか、期待に応えられると良いのですが。王としての姿は戻れど、私たちの誓いは変わりません。我が政権はあなたに預けます。さあ行きましょうマスター。人類を救う戦いです。私たちの責務は何より重いものですマスター。なぜ断層していたのかですか。私の時代では王権は男性のもの。そもそも少女の身では何も守れなかったのです。ですが、そうですね、少しだけ夢に見ることもありました。もし王の剣を抜かなければ、私はどんな人生を送っていたのだろうかと。マーリンを知っていますか。いたずら好きの大魔術師ですが、頼りになる人物です。彼が味方にいれば心強いのですが。あなたの指示は気持ちがいい。不思議と温かな気持ちになります。私の剣が幾ばくかの力になるのなら、前例をもってあなたの力になりましょうマスター。出陣ですか。ではお供いたしましょう。日々修練ですよマスター。サーヴァントはマスターに従うものですが、互いに信頼し合えると良いですね。英雄王とまで契約するとは大したものです。彼はそのいろいろと問題のある英霊ですが、その実力は頂点の一つでしょう。あの言動もそのうち慣れますよ。まあ私は慣れませんでしたが。好きなもの、すみません、あまり思いつきません。嫌いなものもあまり思いつかなくて、お恥ずかしい。聖杯探索には思うところがありますが、それも過去のこと。悪しきものであるのなら正すまでです。うん、これは収穫の予感がします。様子を見に行きましょう。誕生日おめでとうございますマスター。良き一日でありますように。とう、あなたが私のマスターか。
嫌いなものもあまり思いつかなくて、お恥ずかしい。英雄王とまで契約するとは大したものです。彼は、その、いろいろと問題のある英霊ですが、その実力は頂点の一つでしょう。あの言動もそのうち慣れますよ。まあ、私は慣れませんでしたが。これは収穫の予感がします。様子を見に行きましょう。サーヴァントはマスターに従うものですが、互いに信頼し合えると良いですね。英雄王とまで契約するとは大したものです。彼は、その、いろいろと問題のある英霊ですが、その実力は頂点の一つでしょう。あの言動もそのうち慣れますよ。まあ、私は慣れませんでしたが。聖杯探索には思うところがありますが、それも過去のこと。悪しきものであるのなら、正すまでです。嫌いなものもあまり思いつかなくて、お恥ずかしい。日々修練ですよ、マスター。一気火星に畳みかける。いいですね。はい。はい。はっ。つまり夢中だな。他にやることないの？本気で行きましょう。決着の時だ。本気で行きましょう。ええ、決着を、はい。ええ、決着をつけましょう。お任せよ。星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。 X ライン